すげえデコパチ、あのあれになってる、アキラのなんだっけ、鉄を、鉄を、鉄を、これ俺の本名。じゃあいきます。新年明けましておめでとうございます。やばいんじゃない。英語ムービー。画面の前の皆様、おはこんばんちはなら。アラスカ仮面のヘルメットに搭載された人工知能 AI、ジャービスくん、マンドレルです。本日はアラスカ仮面対戦に代わって私、ジャービスがご案内させていただき、マンドレル。冬休み特別企画、アラスカ仮面対戦のオミスコ堂ゼロ人オフ会。本日2019年12月31日はここ葛西臨海公園から幕張を目指して行っちゃいます。ショータイム。そして視聴者さんとエンカウントしたら記念撮影とコーラの造成マンドリル。さてさて、何人の視聴者とエンカウントできるのか。アラスカ仮面対戦ワクワクマンドリルなんじゃないかな。ジャービスもワクワクマンドリルです。いいんじゃない。アラスカ仮面メデューサよう賓客ローディーども、今日は2019年12月31日イエーイ大晦日葛西臨海公園に来た。そして、冬休み特別企画、アラキタ仮面の隠密行動ゼロ人オフ会。ようやく視聴者さんとエンカウントした。アラキタ仮面のイケメンイラストを描いてくれた太陽さん、マンドレルだ。太陽眩しいな。おお、危ない。というわけでね、こんにちは。あの荒北仮面の、このね、伸びっぱなしの髪の毛をね、ちゃんと描いてくれた。で、あれ一個俺も考えてるんですけど、はい、あれをマグカップに使っちゃっても大丈夫ですか。あ、全然いいですよ。はい、むしろ光栄です。表太陽さんで、裏がビッチアモのグッサンが描いた二頭身の、はい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 、アメリカス裏表で、だからおリアルと使っていただけるんで、デフォルメみたいな。やった、光栄ですわ。ありがとう。マグカップで作っていくんだけど、エンカウントしたらね、コーラおごるって言って約束してたんで、これからそこの自販機あったテクシーありませんが、コーラを。コーラだけないと他のでもいいですけど。え、じゃあせっかくなんで、じゃあコーラで。ありがとうございます。わあ、嬉しい。まだ貴重なリボンボトルが残ってます。おお。じゃあ太陽さん、一人目の演願と。大晦日に奇跡が起こった。奇跡の大晦日、アリベテレチ。アラキタ仮面。さっきね、演願とした。太陽さんのマシン、紹介していく。これ、はい、太陽さんね、太陽さんのマシン566だけです、名前。ルック566これね、マナミ三角のドラマ版の方の、ドラマ版のマナミ三角のマシンです。この不思議ちゃんがペダルは、ペダルはデュラエース、デュラエースです。嫌な予感がします。で、まあ、コンポーネントはアルテグラで、重さはね、今日ちょっと測り、まさかエンカウントすると思ってなかったんで、重さはあの荒北仮面の勘でいきます。このスペシャルなマナミ三角仕様のルックな566ヒルクライムロードバイク、果たして何キロなのか、いっちゃいまーす。ショータイム。荒北仮面のスーパーコンピューターが叩き出した 7.4kg。 なかなかのね、ヒルクライムマシン。それじゃあ、これサイズ、フレームサイズは、フレームサイズはレックレで S サイズ、 S サイズ。シートポストが確か490くらいで、ホリゾンタルが525。もう呪文にしか聞こえない。というわけで
荒北仮面はクールにされるさてアナキッタ仮面なんと葛西臨海公園であの有名な太陽さん落書き人とエンカウント、そして視聴者さんのハイス ABC 君とエンカウント、荒北仮面パイセンコーラをおごっちゃいました。そして記念撮影、そして葛西臨海公園渚広場から葛西臨海公園駅前まで、軽くグループライド、そしてこの噴水広場へやってまいりました。ここで太陽さんとハイス ABC さんとはお別れして、チームアリーレベルチ、荒北仮面とトゥーバイクエンジョイさん、そして江戸翔平さん、幕張を目指して行っちゃいまーショータイム。荒北仮面ジャービス君、ナレーションお疲れマンドレル。そんなわけで2019年大晦日ラストライド走り納め、葛西臨海公園から幕張海浜公園編、これにて終了マンドレル。次回はね、走行動画いよいよ上がるんで楽しみに待っていてくれ。今日の動画楽しんでもらえたかな？もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドレル。それじゃあ貴様らみたいな貧脚ローディーにも良きサイクリングライフ訪れること、この荒北仮面心から願っているぞ。それじゃあまた会おう。アリベデルチ、荒北仮面はクールに去るぜ。